今回はですね、キリンのメス風が来園しましたので、そのメスの状況とかを聞きたいと思います。担当の中田さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで、はい、メスがやってきたわけなんですけども、いつやってきたんでしたっけ。はい、10月の8日ですね。アメリカからバラバラと旭山にやってきたわけですけども、ね、どうですかね、まあ、入ってきた状況というかですね、うん、そうですね、まあ、うちに来るまで丸1日移動したの で、うん、ああ、そうですね、多少の疲れはあったとは思うんですけど、はい、こう箱からまず、ね、寝室の方に入れるのは予定としてはもうポンと出るだろうと思ってたんですけど、なかなかね、向こうで検疫所で飼ってる時に輸送箱が寝室代わりになってたようで、一番落ち着く場所だったみたいで、なかなかそこから出るには勇気がいったのかなと。5時間ぐらいかかったですね。やっとやっと出たという、もうなかなか大変な、ね、寝室移動だったんですけど、まあ、入った後はすごく落ち着いてて、餌もすぐ食べたし、割と堂々として、ね、まあ、ちょっとね、今までうちにいたタイプではないかなと、うん、ちょっと顔が結構ね、うん、白いです ね感じもしないでもないんですけど、ね、模様があんまりない、まあ、ないですよね、出てないね。で、まあ、輸送箱はね、ちょっと見える位置にはね、うん、あるんですけどね、そこ、まあ、それに入ってきたんだよっていうのを、はい、後でね、見てもらえればと思うんですけど、うん、まあ、そのご寝室での生活、うん、がまずちょっ と続いて、そうですね、その後そこのサブの更新所を ね、 そうね、出して、でいよいよ今現在は同居してるという感じなんですけど、どうですかね、そう同居してからは、ね、いいペースで、ね、うん、外へ初めて出すのも割と早かったし、うん、同居もそんなに経たないうちに、ね、できたの で、ね、できたのでね、まあ、基本元気が追っかける、メスがちょっと逃げるみたいな、あ、なるほどですね、でかん、なんか元気がこうそっぽ向いてあっち行っちゃうと、ちょっと気にして、あ、また戻ってくる、ちょっと寄っていく、なるほどですね、いい関係、いい感じに、ね、うん、なってきておりますね。まあ、まだまだこう身長って言ったらおかしいですけどね、差がまだ激しいというかあるので、なんか同じ動物かと思うぐらいですね、体格差が、ね、ありますね、ありますね、まあ、これから成長していってですね、いけば、まあ、繁殖っていうのもね、これから期待して、はい、ついにここでも、ね、2世が みたいなっていうのが、まあ、これから目指すところがありますけども、はい、まあ、同居が無事に、ね、行ってよかったなと思います、ね、で今メスメスメスってずっと言ってるんですけど、名前の方がまだね、そうなんです ね、中田さんの中ではなあるらしいんですけど、まあね、まあね、個人的に、ね、個人的にはね、まあ、個人的にはうちの飼育いっぱい個人的にいろんな呼び方してますけど、みんな勝手な呼び方で ね、まあ、この放送がされる時にはギリギリ1週目はやってるんですけども、まあ、2週目になるとちょっとね、もう募集は締め切ってはいるのであれなんですけども、これから集まったものを、はい、中田さんといろいろこう、はい、ね、選別しながら、かなりあります、かなりあります、ね、かなりあります、まあ、僕がちらっと入った情報ではもう1000は余裕で超えているという、とっくに超えてると思う、とっくに超えている状況になってきておりますので、まあ、多分、まあ、2000は、うん、来るのかなと思いつつ、うん、もまたもや2000超えの相性からこう、ね、選別しなきゃ、ね、そっから1個選ぶっていうのはね、つらいんですけども、うん、まあ、冬が始まって、うん、そのお命名者が決まって、その命名者の方と調整しながら相性が決まって発表できるかなと思いますので、まあ、それまでぜひ、ね、楽しみに待っていただきたいというのがありますね。では最後に、はい、まあ、ちょっとねメスも揃いましたので、うん、ちょっとキリンの魅力、はい、魅力、はい、そうですね、まあキリンっていうと首が長くってね、足が長くって、もうこういう形がキリンってね、皆さん分かってるので変っては思わないと思うんですけど、よくよく見てみると、まあ、変な形の動物だな、ね、それぞれ、ね、体には特徴があって、っていうところはね、知っていただくとより魅力的に、なんでこんな形になってるのかなっていうのがね、分かれば、もっともっと好きになるんじゃないかなと思います。はい、分かりました。
そんなキリン好きの中田さんからいろいろとお話いただきましたね。まあ、ちょっとねこれから楽しみにしてほしい、ね、動物になりますので、はい、ぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。はい、お願いします。